皆さんこんにちは。今回は、昨今の、コル稼ぎについて、俺が思うことっていうことで、最近その何て言うんだろうな、コル稼ぎってみんなその何だろう、47層とか強い人やってると思うんですよ。通常攻撃でワンパンできるみたいな話で、なんて言うんだろうな、この動画は、中上級者向けになると思うんで、ちょっと始めたての人が見ても、なんのこっちゃらわからないと思うんで、本当にね、始めたての人でもわかるものだと思って見るのはやめた方がいいと思います。そういう方はね、見なくていい動画だと思います。はい。で、そのコル稼ぎで言うと、楽かどうかで言えば、楽ですよね。その、強い人、その、属性付与っていうのがあると思うんですよ。属性付与っていうのは、なんて言うんだろうな、通常攻撃。中上級者向けに属性付与の説明してもさ、いや、わかってるよって話だよな、すいません。そう、属性付与とかやって、通常攻撃で、ワンパンで倒すっていう話なんですけど、弓でね、オート追従かなんかでね、パッパッパッつってワンパンで、倒していくっていうのが、ずっとね、強い人やってるっていう話で、デビルリーファーっていうやつをね、使ったりで。ただなんか、このやり方に関して、楽さではいい、楽かどうかではすごくいいんですよ。全然楽でいいと思うんですけど、なんかその、なんて言うんだろうな、その効率面、その単位時間あたりの、そのこれの稼げる量で言うとどうなのかっていう話をちょっと、していこうかと思います。ただなんかそれ、それについて話していくっていうことなんですけど、最近俺がそう思ってるよってだけで、実際の本当にその効率が、段違いになるかっていうと、ちょっとよくわかんない。単純になんかこうなんじゃないかなっていう考えを話すだけで、だけなので、なんかその、なんて言うんだろうな。異論は認めますっていう感じだすね。本当にね、これに関しては怒らないからみんなの意見を聞かせてほしい。あんまりね、何でも、っていうかどんな話でもちょっと怒んない方がいいとは思っているんですけど。これね、依然として、どの階層もね、リポップ速度が同じなんですよ。ちょっとさっき調べてみたんですけど、だいたい、俺の1秒の感覚ってどうかわからないですけど、だいたい10秒か11秒くらいで、リポップするなーっていう感じなんですよね。実際にそのストップウォッチとかで測ったわけじゃないんですけど、だいたい10秒、11秒あたりで、通常モンスター、ただ、通常モンスターのリポップ速度それくらいっていう話で、ただ、その通常よりでかいモンスターは、リポップするまで、だいぶ時間がかかるっていう話ですね。例えば、こういう、蝶々みたいなので、他よりちょっと高めに飛んでて、ちょっとでかいやつとか、こういうやつや。ここね、有料な金属片とか出たと思うんですけど、大体有料な金属片ほぼほぼ、ブースト課金してれば出るかなってやつで、そういうやつが、リポップ速度が違うんですけど、上の階層行っても、依然としてリポップ速度が同じと。で、一体一体のコルのドロップ分ですよね。それの違いが、どれくらいっていう話で、ちょっと画像を撮ってみたんですけど、俺コルインゴ何凸だっけな ?80 何凸ぐらいだったっけな、これで勝ったところですね。1体あたり47の2で勝ったら907コルと。で、こちらが、23層で勝ったら1118コルとなっておりまして、こちら、56層で勝ったところ1041という感じですね。で、これが、47層の、907コルと、23層の1118コル、差額が、
今いくつだ、ちょっと計算し、脳内計算します。211?200? ん?211くらいか。違ってたらすいません 211コルなんですよ、1体で。で、5体狩ると、まあ、200、適当に200コルのぐらいの差があると、仮定して、まあ、大体で見積もって計算します。1体200と。で、5体狩れば、まあ、1000違いますよね。で、それが6人分ってなると、一振りで6000コル違うと。いう感じで、で、まあ、確かに、まあ、この47層で、まあ、通常攻撃パチパチ打って、まあ、パチパチ打ってる間に、まあ、狩り終わる頃になんか、一体一体、まあ、リポップ、ポンポンポンって出てくるんで、まあ、すごい楽でいいんですよ。まあ、その楽な方がいい時はこっちでいいし、楽じゃないけど、もうちょっと早めに、これ稼ぎたいっていう時はこっちでいいし、みたいな、そういう選択肢が持てる、っていう点でいいんじゃないかと私は思っておりまして、で、56層で言うと、まあ、サブクエの達成速度も速いという感じで、で、まあ、やっぱり一振り、まあ、5体集めて一振りで、まあ、200コルの差が出るっていう、200コルじゃない、1000コルか、差が出るっていうのは、やっぱ一発一発6000の差が生まれてくると、随分、まあ、効率が変わってくるんじゃないかと。まあ、思いまして、でですね、サブクエ、その47層で言うとですね、まあ、これ1万8000しかないんで、まあ、こんなのを、まあ、報告したところで、普通にモブ飼ってた方が早いじゃんっていう話ではあったんですよ。あともう1個も同じくらいのコール量だったと思うし、まあ、それの、まあ、達成の速さとかいろいろ考慮しても、まあ、正直、報告するに値しないくらいのコル量だっていう。まあ、そんな感じの話をした気がするんですけど、23層あたりになってくるとですね、1回報告分の報酬コルが3万2000とか3万何千台になってくるんですよ。で、これまあ、達成の速さはそんな速くなかったと思うんですけど、まあ、例えばですけど、3回いっぺんに報告したとすると、9万何千か、まあ、10万くらいになってくるんですよね。で、そうなると、なんか結構、なんか大きいんじゃないかなと思って、だって、3個、1回ずつ達成するだけで10万くらい差がつくってなると、なんかちょっと、と不労所得感があるんじゃないかって思って、これまあ実際にその、まあ47層とか23層とかそれぞれなんか同じ速さで買ってみたいな計算、何単純にその比較みたいなのはしてないんですけど、まあただその、なんて言うんだろう、23層でワンパンできるパーティーってなかなかやっぱ組めないと思うんですよ。なんかその23層なんかみんなさ、わざわざ来るような上級者って今いないんで、で、なんかそういう点で、なんかその、検証しようがないですよ。協力してくれる人がそもそも まあいないんで、だからしようがないんですけど、まあ強い人とか、ワンパンで狩れると思うんですよ、この辺り。でもこれで、あ、ほら、まあよっぽどこういう強いやつじゃなければ、まあワンパンで狩れるんで、頑張れば。まあ、強い編成とかにすればね、多分できると思うんで、なんて言うんですかね、その、差がわずかに見える人もいるかもしんないんですけど、なんかその、パーティー6人分の差がつくんで、相当、なんて言うんだろうな、差がつくんじゃないかなってちょっと思い始めてます、最近。だってさ、もう47層ってもう相当昔の階層になってきてると思うんですよ。で、すんごい上の階層までも、上の階層というか、まあ、階層の数値的にはもう23層とか、もう間の階層埋めてってるんでね、まあ昔じゃないんだけど、今の階層な、上の階層って言っていいのかな、数字的に23なんだけどさ、なんだけど、まあ上の階層っていうことで言っていくんですけど、ちょ、ずいぶん上まで来たんで、何階層分の差があるんかな、本当に差が出てきたと思うんで、あとやっぱり、まあこうやってその、勝ってると、その、まあ熟練とかの入りもいいし、なんかその、アイテムのドロップ率何かしら違ってきてるんじゃないかなって思うんですよ、全部。全部のドロップ率が違ってきてる気がするんですよね。そういう差とかももしかしたら出るのかもしれないし、
なんて言うんだろうな、昔はな、そのまあさっき買ったやつ見せたんですけど、47層900コロぐらいっていうのを見たんですけど、まあ昔はそのコルインゴ実はいいんじゃないかみたいな動画で、まあ1体1000コルと仮定して、まあ全体攻撃で4体買ったら4000コル、それが6人分で2万4000コルになるから、まあ一振りでそれくらいの差がつくみたいな、まあ、話をしたんですけど、もうなんか今は1000コルと仮定したけど、今は1200コルと仮定してやっても、もしかしたらまあいいのかもしんないっていう話と、まあもしかしたらなんて言うんだろうな、今、まあ、こういうさ、まあ、コルインゴ、他のコルインゴとかも出てきて、まあ、上級者とかはこういうのもしかしたら作ってるかもしんないですけど、まあ、得意な武器とかでなんかそういうパーセントインゴとか、まあ、得意な武器のインゴットじゃなくて、あれかこっちか、こうやつか、この騎士コン、騎士魂のインゴットとか91層のインゴットだっけ、こういうのなんか貫突してる人だと特に、まあ、パーセントが効いてきて、もしかしたらもっといいかもしんないんで、あとその上の階層、上の強さの階層行けば行くほどですね、その第2章のね、ストーリーで出た階層行けば行くほどやっぱ弱い人が来にくいんで、そのカリバー争いもう減るんじゃないかなと思うんですよね。47層だとやっぱどこの、まあ、サーバーも空いてないみたいなことが起こりやすいで、でやっぱウサギ狩りもしやすいと思うんですよね、あの弱い人がなかなか来ないし、で本当に弱い人が来たら、なんか他のパーティーとか来たら、そのいややめとこ、この話はやめとこ、あの回復オブジェクトの話はちょっとやめとこ、じゃカリバー争いが激化してしまうんで、ちょっと やめとく、これに関しては、あやばいやばい、これ借り切れ、ああやばいやばい、借り切れない、あいけ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 、はい、あとはね、そのパーティー募集で、まあ、TP 制限、トータルパワー制限かければなおよしっていう感じでもあるし、結構ね、強い人ばっか来てくれみたいなさ、まあ、そういうパテでも全然ありなんじゃないかなって思ってくるんですよ、上の階層のパテだとね。っていうのがあるんで、まあその強い人ばっか来るようなさ、パーティー募集サーバーとかあるんで、まあ、そういうの知ってる人はね、それでね、募集かけてもいいし。ただなんかその、まあいろいろ言ったんですけど、実際にその検証したわけじゃないからね、そのね、なかなかその、まあこういうの言ってもやっぱ参加してくれる人がいるかわかんないですけど、ていうか俺もそもそもやるかわかんないんですけど、まあなんかその、さすがにもうこんなに上の階層まで来たんで、まあなんか、ちょっとそういうことも考えてみてはどうかなっていう、ただまあ俺がそういう感想を言うだけの回でした。まあソロは、まあ、31層で出た、まあ、フォーギビングファクター前編っていうやつ、31層のあのモブが出てくるやつがいいっても動画前出したと思うんですけど、まあそういうのでね、まあ稼げるっていうのもあるし、まあただこっちはね、他のアイテムがドロップしないっていうのもあるし、まあ、一人寂しくやんないといけないっていうのもあるし、まあ、これかな、フォーギビングファクター前編か、まあ言ったと思うんですけど、まあ、こういうのね、まあ、ソロだったら、まあ、コルだけ稼ぐんだったら、まあいいかもしんないですけど、まあ私からのそういうご提案でした。まあ、どうなんだろう、まあ、実際にその、まあ、検証できる人たちがいたら検証してみてもいいかもしんないですね。それでちょっと検証して、まあ、これ効率悪いな、みたいな47層と比較して。悪いなと思ったら、まあ、やめればいいし、まあ、最初、なんていうの、楽な方がいいっていうんだったら、47層とかのがいいしで。まあ、ただね、なんかその、楽なやつは楽なやつで眠くなってくるんで、そういうデメリットもあるんで。まあ、23層とかでやったところでさ、まあ、眠くなるかもしんないんですけどね。まあ、23とか17?69?23 あたりか。まあ、モブの集まりがいいところで、まあ、やるのいいんじゃないかなって思いますね。
まあ、もうそろそろまあ7周年も迎えるし、まあ、新階層も来るらしいんで、まあ、そういうところでもしね、いいの出たら、もしかしたらいいのかもっていうあの話をしたかったんで、ちょっと動画にしてみました。あくまでただ、まあ、そう思ったっていうだけの動画なんで、まあ、特に気にしないでいただけたらと思います。あ、まあ、そういうこと思ってんだ、くらいに思ってもらえれば。と思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。